開きかっこ新型コロナ閉じかっこユナイテッド航空、東京、大阪、ソウル、シンガポール発着便を停止。ユナイテッド航空、東京、大阪、ソウル、シンガポール発着便を停止。記号28ヒロイター記号米ユナイテッド航空ホールディングス、UALO は28日、新型コロナウイルス流行をめぐる懸念から、東京、大阪、シンガポール、ソウル発着便の運航を停止すると発表した。すでに運航を停止している米国、中国本土及び香港の路線については、4月30日まで停止を継続するとした。米デルタ航空、ダルエヌ、も今週、新型ウイルス感染拡大を受けた需要低迷を踏まえ、韓国発着便を一時的に減便すると発表した。ネットの反応。まあ当然といえば当然、日本は安倍政権の初動が間違っていた。それが前提、もう北海道、本州、4国、九州すべてにコロナが拡散されてしまった。いや中国が元凶よ。だから、春節の中国人訪日客に対して全く何も対策を取らなかった字を言ってるんでしょ。春節前には、すでに武漢での感染拡大は分かってたのに。中国が元凶なのは間違いないけどよ、武漢が封鎖されても中国人を隔離せずに日本にウェルカムしちまった安倍政権の大失態は日本踏みに刻まれると思うぞ。むしろアメリカのザルさの方がやばいから向こうからやめてくれるのはありがたい。いっそ全面日本渡航禁止でもいいや、円高ドル安で、市場は日本は安全認定だからな。そこに株安がくっついてないならそう言えたんだけどね。株の暴落が重なってるとそれは日本が安全じゃなくて市場から円が抜けただけなんよ。株が売られた上に市場から円抜け戻しがないという、表面上は円高だけど全然喜べない状況。自分は普段から株触ってるけど、日米のこれまでの株高は企業内部留保で自社株を買い上げて市場希少性を高めてただけの、いわば割高が常態化してたものだから、HF がコロナを口実に利益確定の売却してるだけ、株価に関しては、業績実態を反映した適正価格に戻ると上に過ぎない。航空会社の株がますます下がるな。LCC がバタバタ潰れたら航空機が余りそう。ますます、MRJ が売れなくなるな。五輪は中止の流れだな。入国拒否される日も近いな。ああ、くちゃった。寒いところほど活発に新型コロナが流行るならやばいのは北米とヨーロッパだけどな。なんでみんなの頭からロシアが抜けてるんだろう。その理論で言うと次は南半球に蔓延。それでも日本はウェルカム続行。そして年中ウイルスに際される日本。異常引くのが総理なばっかりに日本が新型コロナを先国に。安倍ちゃんが春節ウェルカムしちゃったから仕方ないよね。中国人の入国を制限しなかったことがここまで大ごとになるとは誰もが思った通りになった。まだジャブジャブ入ってきてるよチャイニーズ。もう中国人の旅行者はほとんどいないよ。感染者が逃げてきてる。便がないよ。大陸線普通に飛んでるで。なんでこういうくだらない嘘つくの。沢山来てるよ。群馬の田舎だが、この間しな人が薬局に来てマスクを残らず爆買いしていったとか、強欲なしな人に呆れたよ。売ってしまった薬局の店主も愚かだが。品との交通を断たない安倍の頭の悪さにも呆れている。いくら安倍がこびても、近平は来ないよ。東京での感染が怖いから。もうどうにでもなあれ。大阪必死に隠蔽してるのに意味ない県 W。空港全部閉鎖しろ、全便欠航、無期限休校。産業革命以前に戻るのも、一興。花鳥風月を仰いでながら、耽美的で情緒的な生活を送るのもいい。腹減るけどな。まあその辺はうまくやって、うまいものを食べれるようにはしたいね。海外にも行きたいから、飛行機は廃止して、船旅を復活させよう。まあ、時間はかかるけどね。この状況でも連日うまいもの食ってる総理もいる字だしな。日系の会社が拒否られるの時間の問題じゃね。これからハワイやアメリカ本土に卒業旅行とか悲惨やな。アメリカも同じこと、当面どの国も移動制限が大事。ハワイ結構やばいんだろ。アメリカのキットが使い物にならなくて大使館通じて日本にキットよこせって言ってるってマジか。だけど中国からはバンバン来ます。東京オリンピックはら。
遅いぐらいだがさすがやで。俺たちに喧嘩を売るとはいい度胸だ。アメリカ独自の情報と分析の結果なら、相当深刻なのか。日本以外もパンデミックしてるからな。石川の感染者は、フランで中国人にやって感染してる。世界10万円してるよ。どの国も知らんぷりをしてるだけで。パンデミックなんだから。どこでもこうなる。大阪帰りの台湾人旅行者が感染していたのが決め手だろうか。タイ人も大阪でコロナ捕まえたからな。大阪のどこで掴んだか全く明らかになってないのは辛い。アメリカのインフル。もやばいからお互い様だな。ああもう無理や。4月のアメリカとどめる。旅行はともかく物流までとどまるとやばいな。こういう時は、食料自給率だけじゃなく、いろんなものの自給率が大切になるな。グローバル経済など、分半ものになってしまう。アメリカの方が感染者多そうなんだが、来ないのならむしろありがたい。もう全部の国がそれぞれ鎖国したらええ。アメリカ様も中国様も旅客機とどめるのはいいけど食料輸送の船だけは許してください。アメリカは水際しっかりやることで国内については割と怪しい情報統制を許容させようって方法だろう。とにかく初動は大きい。日本は初動から中間相手にざる状態保ってるから政府は全く正当性を確保できない。もう自治体や国民がまるで言うこと聞かん流れに入ってる。CDC も FBI と連携して静かに準備してるっぽいんだよな。こういう時の行動計画はちゃんとしてるわ。アメリカはほんとこれもう国民も自治体も政府の言うことなんか全く信じてない。アメリカ選手団はオリンピックは船で来るしかなくなったな。鎖国じゃあついに不潔ルートになったか。物の動きがとどまったらたまらんな。ユナイテッド航空以外の便は飛ぶならいいじゃん。ドイツとクウェートが急に伸びてるな。鎖国してメイドインジャパンで反撃や。ネトウヨの予測通りになってしまった。イタリア政府。あれ。シンガポールは完璧って見たのにやっぱり危ないんだ。シンガポールは国際コンベンションで世界に感染者拡散しちゃったからな。ブルームバーグでアホみたいに繰り返し報道してたわ。アメリカは自分の国は自分で守るって国だから危機意識がしいよ。日本は誰かが守ってくれるよねえでずっと来てるから未だに上から下まで危機意識皆無。ロイターもいい加減だな。サンフランシスコ関空は残るし、羽田発着はそのまま。シゲルタニューアークも残る。便数削減が事実で、発着弁停止は嘘。みんな、英語ぐらい読めよ。正直アメリカが一番やばいんじゃないかと思ってる。こうなるの1ヶ月前から分かってたことやん。しながらの入国禁止にしないんだから。日本は中国人出入り自由だからな。湖北省や温州は制限あるけど。2週間以内の訪問者とか。